はい、なんでもゆうこです。今回は勇者なんでものドラゴンクエスト3初見プレイのパート12となります。前回パート11ではヤマタノオロチへのリベンジについに成功いたしました。で、まさかね、あのキャラクターがヤマタノオロチだとは、まあ思いはしなかったんですけど、なんか怪しいなっていう感じはしてましたね。で、その後、船で航海をして初のアメリカ大陸にたどり着きました。で、こちらスーの村ですねに入って会話したところで終了となりました。今回は、村の人から聞いた情報をもとにね、このスーの村の人たち結構物知りだったので、で、冒険していこうかなと思っています。それでは行ってみましょう。今ね、一番なんか身近にこのおじいちゃんから聞いた、ここからちょうど東海岸の小さな草原に町あったかで行ってないんですけど、私が見たところ一瞬、見た記憶だとなかった。で、やはりダメじゃったか。そういえば、まあ、この村の無のそこへ村あ町そこへ町作ると出かけたままじゃ。で、まずここから攻めていこうかなと思ってます。海岸沿い、あの毒みたいになっちゃってるとこ行ってる？いいの本当に。違うかな。海岸沿いだから違うかもしれないですね。なんか違う気もするけど。なんかね、怪しい。なんでっていうと、この毒の沼地みたいなところの右側にちっちゃいね、草原ありますね。あそこかな？あ、ここじゃない。あ、痛い。痛いだけだった。ちょっと戻りますか、じゃあ。おー、すごい。ヒールン。ヒールンさん、素晴らしいな。ヤマタノオロチ戦といいね。なかなかの活躍をしてくれましたよね。ありがたい。シビラアゲハは宝パークを落として開けた？満月草。満月草ありがたい。あ、てか、そうか、しびれだもんね。もう大丈夫かな。じゃあ、もうぐるっと行くしかない。まあまあまあ大丈夫でしょう。前回のデータから特にあのレベル上げなどはしておりません。ね、ヤマタノオロチに勝つためにね、ちょっと4ずつでしたっけ、レベル上げて23ずつにしてあるんで、まあ今回は上げずに進んだのが面白いかなと思ったので、そのままになっています。こっちじゃなかった。すごい入り組んでる。ちょっと、あと、なんだっけ、スーの今の村の情報で、ここからずっと西の海の浅瀬に、何でしたっけ、乾きの壺をなんか浅瀬の前で使うんですよ、みたいな。あ、レベル上がった。24、戦士ちゃん。っていう情報がありましたよね。なんかそれも気になる。西って、逆か。逆かな？とりあえずは、一番近場そうなここから攻めていきたいけど、なかなか行かせてくれない。よーし。これでどう？これで。いけるんじゃない？あ、ここ、ここ、ここだ、ここ。絶対そう。でも暗い。あ、やっぱり行けた。ん？村を、違う、を作るって言って出てった人は？おじいちゃんになっちゃったかな？わしここに町作ろう思う。町あればきっとみんなは喜ぶ。商人いないと町できない？ん？レベル低くてもいい？商人なら文句ない？誰か来ないか？はぁ。商人って、あれ？商人って作れる職業の一つでしたっけ？そういうこと？面白い。なになに？町なんか作れるんだ。知らなかった。あ、そういうことなんだ。もしかすると、じゃあ、そんなに、直接は関係ないんですかね。さて、どうしよっか。ぐるっと上を回る。乾きの壺をね、で、使って最後の鍵を確か手に入ると思うんですけど、まあ、ちょっと、上ぐるっと行ってみようかな。ちょっと待ってね。そうですね。の方が近そう。いやー、海の音楽いいね。こ
こ前行きましたよね。あれ行ってないかな、行ってないのかな、あれ、あ初メタルスライム行った。え、どうしよう。でも普通に攻撃しかできないですよね。あ、お、よし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 、逃げないじゃん、やった。え、これはこれは、あ、やったえ、え、お願いしますよ、一気にレベル上がっちゃいたいよ。おー、やったー。あ、すごい優しい子たちあ、お願いお願い、どうどう、やったー、すごい15ボールドなんですね。やった、いや、上がるよ、それは上がる、嬉しい。あ、みんな上がるね、よかったよかった。あ、まあ、戦士ちゃん先上がったばかりだから。あ、こんなところにいたんだ。いや、どこにね、メタルスライムとかはぐれメタルいるんだろうなんて思い、お、ザオラル来ましたよ。バシルーラ2つ覚えた、ここだったんですね。え、あれ来たことあるかな、やっぱり。なんだ、あ、違うな、小さなメダルがこんなところにある、なんかすごい、あ、嘘でしょ試してみるもんだ、もうないか。え、これ何、旅の扉だよね、ちょっと入ってみましょう。はい、開かないよね。ここどこなの、そもそも。ここどこ？マップ？え、ここ？んー、誰かいる。ここどこ？でもなんか行けそうですね、船でも。で、こっち側から入ってみる。ん？ここは？どこどこ？南アメリカのあたり行けないですね。でも最後の鍵がないと、最後の鍵を使ってここに来て各地に行くみたいなことなのかな。戻りましょう、しょうがない。へー、じゃあ覚えておけるかな、覚えておきたい動画を撮ったから見返せばいい。え、でこっち側にも入ってみよう。逆側に入れただけだよ。世界各地の、なんだ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 これ。じゃあ最後の一個。へえ、面白い。こんなとこあるんですね。どこどこ？ん？どこだ？マップの？あ？あれ？来たことあるじゃん。どこなんだろう。なんかでも、あの辺は通ったことがある。おかしいなぁ。あ、あ、なんかだ。え、ちょ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 。あ、もう止めどるあった。すごい。ちょっと、外周だけ。いいでしょうか。なかった。へぇー。なんかメダル結構手に入っちゃった。三つも。幸先いいですね。じゃあここはそうね、覚えておいて、鍵が手に入ったらですかね。で、ぐるっと行ってみよっか。ここは上陸してないのね。ちょっと上陸したりして。あ、ちょっと嘘でしょ。え、8匹も出たよこんな夢のようなところあったんですか。今までも地道でやってたのにマジで。あー、倒した。あ、でも全然ダメだ。あ、初回だけサービスだったんだ。そういうことですねビギナースラック的なね。これでも魔法を唱えてもダメだよね。痛いです、痛いです。あー、ダメか。やっぱ最初だけだったのかな。ここすごい、知ってたらもう通ったわ
もうあのね、4レベル、オロチ戦のためにね、4レベル上げるのがどんなに大変だったか。もう、そうだ。あ、でもね、ここでそんなガリガリ上げちゃって面白くならなかったらどうしようかな。まあね、その後にそんなにレベルを上げつつ進まなければ結局トンボになりますかね。すごいな。3匹ぐらいいけちゃう？もしかしてまた。どうですか？あ、ダメか。よし。よーし。やった。嬉しい。あ、すご。あ、さすがにもう誰も上がらなかった。満タンにして、ここら辺すごい。夢だ、夢。夢の島だ。夢の島って言うとちょっと日本で違うとこになっちゃう。ここは何？何でもない？あ、普通エリア。いやー、ほんとニコニコが止まらないですね、今日。嬉しい嬉しい。こういうとこで、レベルいくつまで上がれるんですかね。マックスまで行ったら、どっかダーマ神殿があるっていう話だったと思うんで、だいぶ、いくつかな、パート5ぐらいの話かな。で、なんかちょっと見返して、ダーマ神殿にね、ありそうな場所行ってみるのもありですよね。さて、で、このちょっと上の島も行ってないんで、軽く足を運び、嘘でしょいいんですか、そんな大サービス。嘘でしょ。あ、さすがにダメか。今日はこれまで伊勢姉妹ということですかね。いわゆるフィーバータイムが終わりっていう。マジかー。こんな8匹も見せられて、私はね、ものすごいテンションが上がったんだけど、どうですか？ 1 匹ぐらい。1匹ぐらい倒して、いいでしょ？あ、やったマジで今回すごいな。いやー、もっと早く来てこればよかったな。なんかそう、この上にある島には行ったことあったんですけど、下にはね、その時行かなかったんですよね、確か。あー、さすがにダメか。おー、メラ唱えた。あ、ダメかな。ツルツルですよ。このメタルスライムツルツルだ。おー、優しい子、でも。どう？あー、行ったか、よしすご、レベル上がりすぎちゃうって。あ、素早さの種を盗んだ。メタルスライムより早い母さん。うん、すごいな。なんか大丈夫かな私。おっと、あ、シビルクラゲ。形は似てるけどだいぶ違いますね。やばい、ニコニコしちゃう。なんでこんな嬉しいんだろうね。メダル、小さなメダルも嬉しいですけどね。今日はちょっと幸先がいいなぁ。いいことがあるかなぁ。なんかね、街を作ろうみたいなおじいちゃんもいたし。あれはもう本編とは関係ない要素なんですかね。ここ行っちゃっていいのかな。赤以来。赤以来、青以来もいる？そういう意味じゃないのかな。なんだろう、赤以来。なんか伝説の化け物みたいなのがいるんですかね、鳥の。全然、あ、バギーやだ、やめて。全体攻撃。あ、でももうこんぐらいしか食らわないか。バギーマとかじゃなければね、もう平気なんですね。って言ってたら、そのうちバギーマを唱えるやつが出てくるような気もするけど。じゃあ一回船に戻る。シャーマン先だったかな。まあいいや、得。おー、めほいみ、マジで。あ、なんでもな、ちょっと鋼の持ちのまんまだな。ボス戦のまんまですね。まあこれも強いんですけどね。どうしようかな、ブーメランに戻そっかな。
悩むところ。よし。いやー、戻る戻る、戻るよ。戻る、あー、戻れない。また出た。私も戸惑ったよ。あなたたちも驚き、戸惑ったかもしれないが、私もちょっと今びっくりしました。すぐに返して。ああ。で、そう。で、どうしますかね。ここぐるっと見て回って、東、さっきのすぐの村から東の海岸に、東の海岸にある小さな草原に町があったかんでなかった。で、喋る村、あ、違う、村じゃない。馬の江戸から、もう一つ。カバキの壺か西の海の浅瀬。西の海？でもこの辺だよ。なるのかな、浅瀬。へえ、なんかでも、そんなすんなり取れないですよね。きっと、ダンジョンか。怖いなぁ。どっか近くの中継地点、町があればいいんですけどね。またすずの村からぐるっと行くことになったら相当遠いです、これ。あ、ありそう。浅瀬ありそう。イメージ的に。ダイオウイカ。ダイオウイカなら大丈夫。ダイオウイカじゃなくてね、ちょっと色違いの名前の、なんだろう、カタカナの名前のやつが強かった気がする。アイスが出たら要注意ですね。で、今どここれ？あー、隣に？これ浅瀬じゃないよね。浅瀬じゃない。あ、なんかあった。ちょっとどうしよっか。見えますよ。見えちゃったからにはちょっとね。これどこかな？シベリアかな？スカンジナビア半島？ちょっと行ってみましょう。やったー！初めて。こんにちは。ムオール、最果ての村です。ムオールの村。物価どんなもんですか？ 48 ゴールド。うん、まあまあ。小島きすいませんね。毎度毎度。ちょっとね、勇者の破行を成し遂げるためにはね、しょうがないんですよ。あんた方船で来た。はい、来ました、来ました。そうじゃろうと思ったよ。じゃ、いいえ。なんと歩いてきた。え、歩いて来れたんだ。っていう言葉ずっと。そうだったんだ。ちょっと行ってみたかったな。そっかそっか。何かある？ない。ポカパマズさん、何言ってんの？ポポタがあなたに会いたがっていたわよ。え、意味がわからないんだけど、ポカタマズって誰ですか？私そんな名前じゃないよ。勇者なんでもですよ。とりあえず、多分普通の教会。あ、世紀末風の人、どうも。はぁ？ポカパマズ、ポカパマズ、すごい言いづらい、じゃないか。違います。違う、でも似てるな。え、なんだと思いますこれ。ちょっと、何ですか？何でしょう？誰でしょう？はぁ、怪しいな。下が正解のパターン。え？とか言って、ポカパマズじゃありませんか？違いなさい。人違い。あ、この人売ってくれる？今いいかな。あ、何売ってるの？持ってるっていうか、今着ているものの方がいいものです。裁きの杖。鋼の針線。へえ。ここ行けないの？え、なんでこんなところに？なんでこんな中庭みたいなところが厳重に。そうそう、その兜はあの時ポカパンマスさんが忘れていったものですよ。いつあなたが取りに来られてもいいように綺麗に磨いてありますから。あ、でもその前にポポタに顔を見せてあげてください。ちょっと待って、いや、そうじゃないの。ゆっくりしていってください。ポポタは？ポポタどこ？え、なになに？怪しい。ここかな？すごく怪しい。ちょっと入ってみましょう。ポポタじゃないな。まあ、ポカポマズさん。戻ってきてなんてポポタがどんなに喜ぶかしら。息子のポポタは市場に遊びに行っています？市場かな？え、どこ？え？
そんな広かったでしたっけ、この この町だか村だか最果ての。え、わかんない。上からぐるっとかな、あのおじいちゃんと話してないってことは、そうなんかな。気をつけないと、気をつけないと。いけたおじいちゃん、おう、よく来られた、ポカパワーズ殿。完全に人違いなんですけど。いや、違いますって。あー。なにこれ、どういうこと？どういう人たちの集まり？あれ、ポカパマズさん？でも、やっぱり違うよ。僕、ポッポだ。あ、ちゃんとわかる。見分けられたんだね。下にある兜、あれはポカパマズさんがお礼にって僕にくれたんだ。きっとそうなんだ。忘れていったんじゃないんだよ。な、何が？ポポタはいたずらっ子、こっそり村を抜け出して外へ遊びに行くなんてしょっちゅうよ。でもそのおかげで倒れていたポカパマンさんを助けることができたんだけどね。違うよ、だからポカパマンさんだじゃないんです。違う、でも似てるな。どういうことなんですかね。あなたたちもしアリア班の方では。そうですよ、やはりそうでしたか。ポカパマン様もそこから来たと申しておりました。お父さん？確かアリアハンデの名前はオルテガ。そんな、嘘。お父さんそんな、え、どういうこと？まだ赤ん坊の娘を残してきた。それ私です。そんな親子で似てんの？ちょっとやだな。それはそれで嫌なんだけど、もう、でも、はい、そうです。なるほど。似ていらっしゃる。そんな勇者オルテガにウリ二つすぎちゃってかわいそうな娘。ポカパマズ、いや、オルテガ様、なんでそんな名前つけたの？オルテガ様はお元気ですか？確か、バラモス、違うのかな？バラモスと戦って火山に落ちて死んだのかな？なんか火山に落ちたって帰らぬ人にみたいな話だと思うんですよね。だから帰らぬ人になってしまいました。いいえ。それはいけませんね。お体に大事にと。ちょっと待って。ああ、亡くなったとは言わなかった。小さなメダル、やった。もうすごい勢いで手に入ってる。どうしたらいいのかな。待って。はい。下にある兜、お姉ちゃんに、あ、ちゃんと女だって認識してくれた。あげるよ。大きくて僕かぶれない。ちょっと待って、だって。そんな、何年、2、3年前の話なのかな。お姉ちゃんに使ってもらった方がカブトも喜ぶと思うんだ。時系列が。お姉ちゃんにあげる。もしかして時を かけるお父さん、オルテガなの？ちょっと若い頃に来ちゃったとか、ここに来れたとか。すごいな。で、カブト、ありがとうございます。おっと、お話は私にも聞こえてましたよ。あなたがあのポカパマズさんのお子さんと驚きです。私もです。この兜お持ちください。あなたはきっと、あ、これって勇者の兜じゃないの。お父さん勇者。違った。違った。オルテガの兜を手に入れた。ちょっと待って、どこ行った？道具、袋、オルテガの兜を渡す。あ、いいんじゃないですか。どうしよう。うん、セクシーギャルのまんまだ。よいよい。で、鉄仮面は、誰かかぶれたかな。かぶれない。はい。かぶれるっていうか、つけるっていうか。そうなんですよ。私もびっくりですよ。なんかそのお父さんにそっくりそっくりって。ウリ二つってあんま嬉しくないのはやっぱしょうがないことかな。え、私、あとどこに行けばいいですかね。じゃあずっと歩いて旅ができるっていうことかな。ちょっと待ってね。どこ行っちゃったかな。闇のランプ。この街の夜のね、人々との会話もしてみたい。あ、寝てる。世紀末風の人寝てる。グーグー。おじいちゃん。船で来たのか？やっぱ同じだと思う。あ、さっきの人だ。いい夜ですね。こんな夜に、ね、つい、口をついてつい歌が出てしまいます。ラララ。
吟遊詩人って、とは下に家があった、ここの人は、あ、寝てる子供が、ポポモさんだ、むにゃむにゃ、違うんだよ、ポポタ、あ、ポポタってここの子供だったんですね。寝言までポカパモンさんって。あの人に遊んでもらったことは本当に嬉しかった。まさかあれじゃないよね。まさか私と兄弟とかじゃないですよね。お母さん違いますよね。一瞬疑ってしまいました。こんなものかな、じゃあ。中に入ってる。うわ、あ、全部長い人はどこに行ってる？え、ちょっと待って。お昼は私違うって言ったじゃないか。何これ。誤解が解けたはずでしょ？いたずらっ子。うん。似てるの当たり前だね。そう、それで聞いてましたよ。あなたが娘さんだとはって。違うって。夜暗いからかな、明かりがないからね、そっくりだから分かんなかった。しょうがないですね、じゃあ。ちょっとだけ上に行く？特に何もないか。見た感じでは。このままね。ああ、びっくりした。仲間を呼んだ。よし。じゃあ、そうだな、当初の目的通り、ちょっと今ね、寄り道しちゃったんですけど、ちょっと、南アメリカの方をぐるっと行きますか。南アメリカっていうのが、このゲームで正しいかわかんないんですけど、あ、塔があったよ。あ、一番最初のスーの村のおばさんが、確か、どこかの塔に山彦の笛がありますよって話をしてたんですよ。これは、さすがにめちゃくちゃ遠いところの話はしてない気がするんですけどね。で、アメリカ大陸に塔らしい塔を見つけられなかったので、今ぐるっと回ってきた感じ。もしかするとここのことを、あ、言ってる気がすんね、なんかね。ここかな、おそらくここなんでしょう。でも塔というと神田田だったりしてもうなんか鉄板なんでしょう、あれ。うわー、普通にダンジョン行きますよ。ダンジョン行くよ。左、どっちから行ってもちょっと待って、キラーマン初、やばい、ここ行ったらダメだった、そうでしょ、まずいよこれ、全滅、あ、よかった、倒せる、一応倒せるレベル、あ、ルカナンしてくる、相当嫌な敵、え、やめて、あ、ヒーロー全然効かない、まずいなこれ、うーわ、ちょっとすぐ倒したい。ダメだ。あ、よし、間に合った。怖ー、これ。危ないな、ここ。どうしよう。ちょっと普通に行けない可能性もありますね。失敗だな。塔だから上に、うおー階段、これどういうことですか？ 4 つあるよ。はぁ、あ、なるほど、なるほど。ちょっと上に行ってみますか、じゃあ。なんかある？何もないよ。どういうことかな？もう行っちゃう。面白いですね、こういうのも。あー、行けた行けた。あー、あれ？行けてる？おお、下にちょっとなんか見えましたよ。これってこういう風に行けるところですよね、おそらくね。あそこ落ちちゃったらダメだし、おっと、エリミネーターはまずいでしょう、確か。これ確か、クリティカル系でしたよね。
で。よっしゃ、危ない、怖い。ささ、とっとと、とっとと倒して、お願い。うっそ、もうやだな。もう痛いからね、やめてほしい。ここまで、私が寄った中で一番いい装備をしてるんですけど、なるほどね。じゃあここ上がるか。あみだくじっぽくなってる。じゃあここで、どういうことなの？なにもうまんまと引っかかった。でもなんか、あ、いったー。嘘でしょ？あ、よかったー。強い。こんな痛いんだ。ここ下はいけないんだ。ちょっ、あ、嘘ー。あれ？あ、あれ？やばい、この、自動的か。なんでミスからそう転がるよ。もう、なんか、謎の運を使い果たしました。やまびこの笛見つかりました。でも、これをどう使うかがさっぱりわからない。そういう情報を得たけど。ちょっと危ない。あ、小さなメダル。よかったよかった。よかったんだけど。なにこれ。いい音色。やまびこ帰らなかった？なんか山で吹くんですか？どういうことかね。ちょっとわかんないですね。もう下まで落ちちゃうのかな、この感じは。あ、こうなって、こうなって。もうね、私の謎のね、だいたいまっすぐ目的地までついてしまうスキルが、何かね、結局は戻んなきゃいけないんでね。どうしたらいいのこれ。こうかな。よし、おお、やっといた。すごいメダル、今日メダルデイですね。メダルデイっていうのがあるかわかんないけど。ちょっと待って、ちょっとわかんないから。こう。あもう、何やってんの？何をやってるんだ、私は。あれ？今行けたのかな？行けた可能性ありますね。今度こそ落ちない。フラグを立てたか？もう。で、じゃあ、もう元々こっから来ればいいんだよ。そうだよ。あ、よかった。今度は落ちようがないですもんね。は？迫害リング。迫害リング？何？あ、賢さ。優しい人になった性格。でもね、セクシーギャルがいいんです。ガートウェルトね。あ、違う、使ってみたじゃん。どう使うんだよ。じゃあ、迫害リングは、袋に入れると。さて、ちょっとどうすっかな。どうしましょうね。こんなところで戦うの？もうなんか、ね、キラーマさんは頑張って綱渡りしてきたんですね。なるほど。ヘルコンドルはね、飛んでこれるけど。ちょっと待って！バージルーラー？どこ行った？え？さすがに？帰ってくるよね？あ、いや、ちょっと待って！嘘でしょ？これってアリアハンに帰らないとルイーダの店まで戻らないといけないってことですか？絶対そうだ。うわー、
マジで。うっそー、そんなことあるんだ、知らなかったな。で、ここ下だけ行ってない。で、何もなかった。じゃあもう戻りますよ。じゃあ、あ、でも一個出ないといけないのかな。もうすぐ下が外かな、外のはず。1階ですもんね、もう。どうせだからこっちをぐるっと回って、特に何もないような気もするけど、ちょっと母さんをね、レスキューしに、レスキューっていうのか分かんないけど、あ、ちょっと、母さん、あなたがいないとダメなんですよ。で、ルーラー、あれはまさかこんな、こんな救出に行くと思わなかった。まあ、マシルーラって何？え、まさかここにいないとかないよね？え、怖いんだけど、それ。二度と会えないとかないでしょ？あ、あ、いた、よかった。よかった。道具とかちゃんと持ってる？持ってない！とりあえず並び替えようか。そういうもんなんですね。どうせだからまたお母さんに、あの本当の方の実母に、お母さん、お母さん、ヤマトのオロチ倒しました、ありがとう、毎日毎日ってか毎度毎度ありがとうね。で、はい、行ってきます。じゃあ、あの塔はもうクリアしたから、どこでしたっけ、さっきの最果ての。は？うわ、ショック、最果ての町がない。嘘でしょ。ルーラで飛べないか、マジで。じゃあもうエジプトやっていこうね。逆回りだ今ね。ちょっとこっち側なんですけど、うん、しびれクラゲ、しびれクラゲぐらいだったらもうね、しびれさせる暇も与えないですよ。てか一回もしびれてない気がするな。もう3のしびれクラゲはしびれさせられないっていうことはきっとないんですよね。で、なんかして、これさっき一周もね、くるっとここに、あ、そっか、商人を今度連れてくればいいんだよね。ジンベエから来ればいいね、じゃあ。うん。大丈夫でしょう。硬いやつからやりたかったな。あれ？あれ？母さん、命令聞いてくれてない？嘘、一回帰ったから？強制退場したからですか？ちょっと待って。あ、まだ本当になっちゃった。じゃあ次ね。丸ボタンね、ずっと長押しでね。母さんまた盗んだ。すごいな、母さん。で、この辺りからまだ行ったことがない場所になるはず。あ、違う、行ってた、ここ。はい、ユカタン半島？違うな。あ、そっか。じゃあ、何ここ。へー。こっち行ってないですね。おっと、ビッグホーンなら大丈夫かな。あ、またやっちゃったよ。鋼の持ちなかなか強い。もうワンロックぐらいね、そろそろ防具が欲しいかな。なんてお金があるんだろうか。ヤマトドルツ戦ですっからかんなんでね。あ、でも7000円まで、7000ゴールドまで回復しましたね。作戦違うな。戦ってなんとかしますか。ね、何もないのかな、さっきのマーモンダイン。え、肉地で合うんだ。へえ。あ、でもちょっと強いんじゃないですか。じゃあ、お、大丈夫。あ、怖い怖い。
で、あそこの謎の塔も持ってこれで一周できたってことですね。なかなかのエンカウント率ですね、これは。もしかして聖水とかマイちゃんが出てこないのかな。よしよし、1ターンで行こう。よしよしよし、大丈夫大丈夫。ビッグホーン、おー、ん、母さんから、さっき飛ばされたのに母さんから上がりましたね。はい、あー、もうやめよう、また君か、赤以来船に乗ろうとする旅に来るえ、うっそー、シーちゃんも上がった、すごいすごい、今日もすごい上がっちゃうな。あ、ヒーローも上がった、早く、何でも何でもだけだよ。で、今度どうしようか、これちょっとぐるっと回りますか、船で。あれ、これ浅瀬じゃないの、違う、あ、橋がある、そこどっから行けるんだろう。せめてね、中継地点となるね、町か村か寄っていきたいですね。さっきの最果てのところはね、ルーラができなかったんでね、便利そうだったんですけど。そうだそう、で、2の村の人が言う、人っていうか馬でしたね、が言うには、あの辺におそらく浅瀬があって、で、乾きの壺を使ってみたいな。あー、ほこら、あ、そっか、これがさっきのだ、位置的にそうですね、さっき旅の扉できたところか。あ、じゃあまだ来れないんですね、つまり鍵がないと来れないところだ、あのこの今山脈で覆われているところはおそらくそうですね。なるほど、まあ来週はでもね、見ておいて損はないか。はい、ということで、どんな感じ、あれ、なんかあるじゃん、何あれ、あそこ行けるのかな、もしかして行けそうな気がする、行っていいか分かんないけどまあまあ、もう負けませんよよく見るとね、鱗がちょっと気持ち悪いですね割と描写が細かいんだけど、あの、あ、あったあった、中継地点になりうるかな、お願いしますね。え、びっくりした今、あ、なんかドクロがあるじゃん、え、ドクロだよねあれ、え、ここは、お兄さん、ここは海賊たちの住処、近づかない方がいいですよ。ちょっと待って、ちょっと待って。飛んでこれない。マジで？どうしよっか。近づかない方がいいですよって、行けってことでしょ？あ、そうだ、なんか近い、そうだ。すっごいあの、なんでしたっけ、アメリカの、北アメリカの上の方にある、島、大きい島に住んでるおじいちゃんが、海賊が来て骨を置いていってくれたんだ、わっはっはって言ってました。ここですね、おそらく。誰もいないんだけど、隠れてる、戦闘になるかな、これ。まずいなー、あ、これは怪しいですね。何荒らしてやがる俺たちの島を、みたいな、これはまずい気がするなー、まずい気がするけど、どうしよう。怖い怖い。でもね、どうしよっか。ここって、ルーズソックス。なんだろう、女の子なの？女の
個いる？母さんルーズソックス開けるよ。どうなった？セクシーギャルのままだ。母さん匂いそうだもんね。ここまずいでしょ。まずいって。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。一回くぐろうかな。怖い。なんかあるんでしょ？ないのかな？一瞬顔を出す。一瞬顔を出そう。あ、違った。ダメだ。どうにもならない。なんだろう、あの人、大臣みたいな人捕まってるよ。もう一回入っちゃったらダメなのかな？一回入っちゃったらフラグ立っちゃいました？外にいっぱいいると見た。いなかった。いなかったよ、お兄ちゃん。誰もいなかったよ。いや、何ここ、ちょっと待って。これ何？ここ、怪しいんだけど、もう、あー！見つけちゃったよ、階段。どうしよっかな。そっか、上がフェイクなのか、隠れ家かな、これ。一瞬顔出して、うっそ、マジでいいの？ヘビメタリングって何ですか？レッドオーブ、2つ目のオーブ、こんなところに。でもタダでは返してくれないのかな。いるでしょ？いない。逃げろ。わあ、どうしようか。じゃあちょっとね、今回切り、はもう良くないんですけれども、次回ここの海賊の、ま、隠れ家みたいな拠点から、またぐるっと旅を続けてみようかなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。